どう思います？でもそうですね、怪我は、怪我は本当に順調に回復しまして、はい、今はもうバッターに投げて、もうそろそろゲームで投げて行こうかなと思ってるところですね。ちょっとでもよなんかそういうの多いよな。僕ね計算したんですよ、2年に1回怪我してるんですよね。股関節だの脇腹だの、なんかどうでもいいとこ多いよね。肩肘ないんですけどね。そうそう、内転筋と、そうそうそう、そんな左ハムと、意外と抜いたらぽよぽよやもんね。じゃ今だからめっちゃウエイトしてるんですよ。あ、それはでも赤野ちゃんですね、うん、やめます、もう今日帰りますよ。いやいやいや、やってもらわないと。北川さんが、うん、あの釣りのお誘いやったでしょ。あれ以来全然ないじゃないですか。う釣り道具全部揃えたんですよ。どうしてくれるんですか。今日終わった。あ、買い取ってもらっていいですか。今日終わった。今日終わった。行く？いやいやいや、どうしゃぶりっすよ。どうしゃぶり。いや、まだほら上行くまでちょっと時間あるから、最後のリハビリを船のボートの上でこう。いやいや、ダメです。まあ、ことバランスを保ってリハビリしたけど。それこそ怒られますよ。そんなしない。いやいや、でも最後に真面目にね。はい。やっぱりもうファンの人はもう。一人でも早く怪我人が帰ってきてほしいと思ってるから。そうですね、うん、そのうちの孫、まあ、は何番目かちょっとわからんけど、はい、そうですね、まあ、下の方でしょうけどね、うん、まあ下から2番目やるぐらいだよな。そうですね、うん、まあそれでもやっぱ帰ってきてほしいと思ってるから。あ、本当ですか。いや、思ってもらうだけで嬉しいです、うん、俺は思ってるよ、はい、それを糧にやっぱ頑張れる。そうそうそう、じゃあぜひ早めに、はい、頑張るのマウンドでまたあの、はい、それ打たれた時でしょ。抑えた時のガッツポーズを見えるように、はい、頑張ってください。頑張ります、はい、応援しちゃってください。お願いします。